なんかね、じゃあよろしくお願いします。お願いします。サポーン。皆さん改めましてこんにちは。 FM 横浜いいねシティリポーター穂積豊でございます。生放送だ。はい、今お邪魔しているのは JR の関内駅、南口から歩いて5分ぐらいでしょうか、関内桜通り沿い大成ビル5階にありますアートスペースと関内に来ております。そうですね、そうなんですね、はい、ちょっとねこの関内エリアのビルの中に全く想像のつかない空間、うんうん、なんか可愛い楽しげな空間ですよね、可愛いですね、不思議系だよね。ああ、わかる、不思議系な気もしますね、うん、ではそんな不思議系のアートスペースと関内さんでございますが、店長の今井義恵さんにもお話をお伺いしていきます、はい、今井さん実はご無沙汰してます。はい、ご無沙汰しております。関内の方に移転されたんですか。そうなんです、この3月に石川町の平仮名商店街の方のお店を閉じまして、4月にこちらに移転はしたんですが、もうこの4月5月6月はもう荷物で山積みのところだったんですね、今やっとちょっと、座れるようになりました。いやいや、座れるって言ってもう大きなテーブルもあって結構ゆったりできる ね空間もございますけども、どうですか今井さん、こちら移られて何かこう変わったこととかあったりされます、はい、そうですね、やはり石川町路面にありましたので1階ですよね、なので学校帰りの小学生とか、まあ、大人の方たちも気軽にこう立ち寄れた場所だったんですけれども、ここビルの5階ですから、ちょっとこう秘密基地というか、なんかこそこそ何かやってるような雰囲気もなくはないんですね。でもさっきおっしゃっていただいたように本はそのまま来てますし、雑貨も来てますし、駄菓子もちょこっと置いてますね。であと私がもともと服飾の仕事をしましたので、布とか糸とか、なんか織りの機械もここにあるんですけれども。ますます不思議な空間になっちゃったかな。いやー、これはそうですね、もう一言ではお伝えできないいろんな要素がギュッと詰まった。そうですね。でね、またちょっとね心つかまれちゃうのが、はい、ビルの5階にあって、エレベーターで上がってくるんですね、はい、でエレベーターがって開くともうね壁にすでにちょっとこう絵が貼ってあって、で玄関の扉にもそう絵があって、室内の扉とか窓にもずっとね順番にこの絵がイラストがあるんですよ。こちらはフェスタという中区の大きなイベントがありまして、はい、今回だるま森さんを取り上げたんですね、こちらで、はい、なのでだるま森さんの本の学校が終わったら風になるという、本を、絵本、とても面白い本です、かわいい本です、それを拡大コピーしまして、入り口のドアに表紙、で一歩一歩入ってくると1ページから20ページ以上ですかね、部屋を一周すると1冊読み終えるというそういう仕掛けになっております。いやねえ、素敵よね、ありがとうございます、ね、このだるま森さん、まあ、そういった、ね、展示もありますし、あと映像もあるんですね、動画も流しております、天使製造工場といういわゆる廃棄するようなものでこう天使を作っていくんですね、でそれが発光して、空を飛んでいくんですけども、その可愛い天使の製造工場の動画を流しております。これがねホッとするんですよ、またいい感じの BGM がね後ろについててね、これもねぜひ見ていただきたいと思いますね開催が11月の30まで、そうですね、やっておりますので、はい、皆さんそうですね、まあ、これをきっかけにねちょっと読書の秋っていうのも ねなんか満喫していただければなと思っております。アートスペースと館内、詳しくはですね、ホームページや Facebook ご覧いただくと、ね、はい、はい、いついつやってますよとか、ね、などね、載っておりますので、はい、チェックをしていただきたいと思います。はい、はい、はい、ということで今日は食欲の秋、そして読書の秋リポートでございました。では明日は何だろうな、三つ見スタジオにお返しします。どうもありがとうございました。すごいプロでした、すごいでしょ、仕事でしたね、もう本当にね、もうお任せしとけば続いちゃうって感じ、盛り上がったよね、本当すごいですね。